スタート。こんにちは、カフェテナンゴの小島と、カフェテナンゴ入江です。今日はですね、ガテマラのロズバ農園ナンバー9の、深入りをですね、こちら、エアロプレスで、入れたいと思います。おお、エアロプレスで入れるの久しぶりじゃないですか。そうですね、いつ以来思い出せないぐらい久しぶりですね。ちょっとはい、今日はこれで小島式で入れたいと思いますので、はい、まずポイントはですね、はい、粉の粗さが、はい、ナイスカットミルの 4.5 番、はい、やや粗めです。こちらに実際に引いたものをご用意いたしました。おお、確かに粗い粒が結構いますね。ですね、はい、それをこちらのエアロプレスに 19g、はい、セットしました。19g ですね、はい、通常の、はい、セット方法とは反対の、はい、インバートっていう方法なんですけれども、はい、それで今回はやっていこうと思います。はい、この状態でお湯を入れてカップを装着して逆さにしてプッシュして完成ということで、おそらくこれがちょっとノーカットの動画になると思います。それはさすがにノーカットであげちゃおうかな。そして、粉をですね、はい、平らにしたら沸騰したてのお湯をポットに入れます。はい、沸騰したてのお湯をポットに入れるとだいたい95度前後ですね。はい、そしたら95度でいいんですか？そうですね、粗めなのでしっかりと成分を抽出するために成分を引っ張り出しやすい高めの温度にします。はい、いつもは、90度とかでね、はい、紹介していたんですけど、では時間との勝負なので実際に行っていきましょう。スタートです。はい、粉全体にお湯をかけます。 135cc 入れましょう。時間とかもあるんですか？そうですね、まあ、大体10秒から20秒ぐらいの間で、そしたら、はい、マドラーでかき混ぜます、はい。まあ、ご自宅でやるときはね、割り箸とか棒状のものでしたら何でも大丈夫です。まあ、優しく、まあ、5回から10回ほどかき混ぜます。そしたらですね、抽出を開始してから1分30秒後に実際にプッシュをしていきます。なのであと30秒ぐらい無の時間が、おー、なるほど、無の時間があるわけですね。何か質問とかあれば。質問ある人いますか？いますか？いますか？はい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 、質問があります。入江さん、はい、お願いします。それ混ぜすぎるとどうなるんですか？混ぜすぎると成分が、ガンガン出てしまいますので、はい、雑味やえぐみの原因になってしまいます。なるほど。逆にそのレシピ、このレシピで混ぜずにやるとよくはないんですか？そうですね、水っぽい味わいとなってしまいますね。じゃあやっぱり混ぜるっていうのは結構大事なんですね。大事ですね、抽出効率を上げるために。そして、はい、この紙のセットですね、はい、ここはちょっと落ち着いてやってあげましょう、はい、少しでもずれてしまいますと隙間から微粉が溢れ出てしまって口当たりが悪くなる原因となります。と言ってるそばからちょっとずれてしまう。紙は濡らさなくてもいいですか？濡らさなくても大丈夫ですね。そしたら小島式はここがポイントです。はい、逆さにして、はい、一気に10秒から15秒でプッシュします。豪快ですね。これでね、口当たりをクリアにねしようという狙いがあります。でプッシューとなったら完成です。早い。これでもう完成ということですね。だいぶこの表面にコーヒーのオイルが出てますね。あ、本当ですね。オイル見えますかね？あ、浮いてるのが見えますかね？そうですね、見えますね。今回のポイントは、まあ、粗め高温短時間プッシュと、はい、フレンチプレスと、あとはエスプレッソのね、はい、抽出方法をミックスさせた、抽出となっております。なるほど。そこでね、しっかりコーヒーのオイルを感じられつつも、口当たりが、まあ、クリアな、液体を作ってみました。はい、ぜひ若干エアロプレスお高いんですけれども、いつもの抽出と違った味わいが楽しめますので、はい、皆さんもお楽しみください。なるほど。
がとうございます。ではさようなら。あれ飲まないんですか？せっかく入れたのに飲まないんですか？深入りのね、あのローストしたアーモンドの味がね、あのコーヒーのオイル分と、一緒に味わえることによって、まあ普段のハンドドリップよりもね、よりあのねっとりとした、なんて言えばいいんでしょうね、あの結構ナッツ系のオイルあるじゃないですか、はい、あれに近い味わいになります。かつ後味の甘さがあるということで、いかがだったでしょうか？ありがとうございます。よかった。じゃあまた次回お会いしましょう。はい、さよなら。さよなら。